電子戦電子戦支援案、SLQ-32 の電波、探知装置電子戦支援は、敵が利用する電磁スペクトルについて情報を集める活動のこと。以前は電子支援対策と称されていた。また、これに用いる装備を電波探知装置と称する。ES とは、作戦指揮官の作戦術、戦術的意思決定を助けるために、周囲で行われている。 電磁波的活動を傍受、識別、評定し、また、分析することである。すなわち、ES は、電子攻撃、電子防護、危機回避、測定など、戦術レベル活動で求められる、様々な情報を生成する。また、その情報は、市民と、コミント、エリントなどの情報活動のようにも供される。ES は、軍事的必要に応じて、 電磁スペクトルを傍受することで情報を収集するものであり、下記のような活動を含む。電波風しかのイザムプラットフォームは敵と適切な距離を保つことにより、敵のレーダーやイザムに探知されることなく、敵レーダーに関する情報を収集することができる。これは敵レーダーへ反射波が戻らず、目標を探知できない距離においても、敵レーダー波の傍受は可能であるためである。 アメリカ軍において、航空機用の電波探知装置は、軍用電子機器の命名規則に基づいて、アン、アルアの正式番号を付与されている。電波探知装置は、火器のような特性を備えていることが望ましい対象となる、周波数は 30MHz から 50GHz にまで及ぶ。これら全てをカバーするためには、通常、複数の受信機が必要になるが、戦術レベルで用いられる。 電波探知装置は目的に応じて対象とする周波数帯を抽出することでより小規模なシステムとされている。電子戦支援の高例が第二次世界大戦中の大西洋の戦いにおける連合国海軍による短波方向探知機の活用である。ドイツ海軍の U ボートが 軍狼作戦を実施するにあたり、司令部や領艦との連絡のため短波無線通信を頻用していることを利用して、その無線信号の発信方位を測定することにより、U ボートの攻撃方位を推定し、攻撃を回避したり、対戦相当軍を施行できるようになり、護送船団、護衛指揮官にとって重要な武器となった。ありがとうございます。